巷で見る恐ろしい893の人たちの生態をっていうか、これを私もお話ししますし、皆さんもありますよね、そういうのを見てですね、ああ怖いな、恐ろしいなと思っても誰にも言えなかったっていう、その恐怖の秘密をですね、懲役太郎のこの番組でですね、ご紹介して皆様でこの恐怖を共感していきたいということ。例えばですね、私なんかだとこういう話を、私はもういろいろ聞きますからね、その人たちからこういう話です、恐ろしい話を彼らがもう自慢げに言うんですよね。東京なんかだとタクシーはこのカラフルなタクシーだったりしますよね。でも地方に行くとタクシーって黒塗りのハイヤーみたいな、そういうのが多いんですね。893の人がですね、駅に親分をですね迎えに行くところで運転してて、まあ誰も乗ってない車で走ってて、信号の手前でおばあさんがですね、こう手を挙げるわけですよ。パッと何かあったのかな、まあ一応思うじゃないですか。で、具合が悪いのかなと思って窓開けると、でもですね、これヤクザの車って黒塗りのが多いですよね。多分おばあさんはタクシーと間違えたんですよ。恐ろしいですね、そんな車に乗ったらですね。まあ乗れるかどうかもわからないですよ、料金メーターもついてませんから。でもその人はまあ止まって窓を開けたら、そのおばあさんなんとですね、駅までおばあさんお金持ちそうだったんですよね、きっと。じゃあこのおばあさんを乗せてですね、カバンの中からお金を取ってやろうと思ったんでしょうね、その悪い人たちが。で、悪い人ですからね、そういう人は後部座席に乗せて駅まで、まあまあ親分も迎えに駅まで。怖いですね、恐怖ですね。それで着きました、いくらですか、いいよおばあさんそんなのっていう、怖いな、怖い話だな。街を歩いてると、そういうそれらしい怖い人たちが歩いてるとか、もう夜の盛り場なんかでいるんですよね、集団で。すれ違った、まあ、妙齢の女性がですね、おい姉ちゃん、怖い、もう怖いですね、もうそのまま振り返らずに走りたいですね。でも、まあ怖いながら、まあ、無視するのもなんだろうと思って、パッと見たら、落としたよっていうわけですよ。パッと見ると指がないんですよ、指を落としてるのかなと思った。ハンカチを落としたよって言って、パッと渡した。まあ、その小指はなかった。怖いですね、怖い。このようなお話をですね、皆様が、この懲役太郎に届けていただければ、まるでこの懲役太郎が体験したかのような話し方で皆様のお話をですね、コンテンツとして届けたい、この形にしてですね、この発信したいと思います。